開催県であります、愛媛県の農家村 T さんからよろしくお願いします。はい、愛媛県では、初開催ということで、こういう機会にですね、訪れた知事さん、関係者の皆さんに愛媛の魅力を知っていただくと同時に、その中で、大事な会議の気持ちよくですね、前向きな議論ができるような、雰囲気を、どう整えるかということに支援をしてまいりました。去年の段階で開催決まっていたんですけども、たまたま参議院選挙に重なったわけでありますけども、出席状況を心配してましたが、逆にむしろ、この時期だからこそみんなで議論をして、意思表示をしていこうという強い思いが出席40人もの知事さんの出席にも表れたのではなかろうかというふうに思います。プレーから見ると3日間、本当に重要な時期、それは地方分権の問題でもあり、原子力関係の安全対策の問題であり、本当に重要な課題が目白押しでありましたけれども、今会長からお話がありましたように、本当に知事会ならではの合意に基づく決議がなされたのも非常に、有意義だったと思います。愛媛県、としましてはですね、この時期に合わせて県内の20市町と一緒に積み上げてきた、アベノミクスを地方の側からより充実させていくための、規制緩和の提案をさせていただきましたので、大変有意義であったというふうに思っております。本当にこの開催に至るまでご理解をいただき、愛媛県での開催を決めていただいた山田会長、そしてまた全ての知事さんに心から感謝を申し上げたいと思います。冒頭に、知恵は現場にありと申し上げましたけど、議論を通じてまさにそうだなということを実感した知事会でございました。本当にありがとうございました。